クワイエットリーブリリアントの CI が使用されていた時のロゴ HTC 本社タッチプロ HTC コーポレーションは台湾を拠点とするスマートフォン携帯情報端末メーカー。Windows モバイルや Windows Phone、Android を搭載した PDA やスマートフォンを世界中で発売している。かつてはハイテックコンピューターコーポレーションと名乗っていた。日本法人は HTC 日本株式会社で2006年に設立された。NTT ドコモとソフトバンクモバイル E、アクセス、KDDI に PDA 型携帯端末を供給している。CI は2009年以降はクワイエットリーブリリアント。謙虚で寡黙な思想家であれという意味が込められている。この CI はホームページやテレビ CM などで使用された。 2013年8月以降は、ヒアズツーチェンジのコピーが使用され、ロバート・ダウニー・ジュニアがキャラクターに起用されている。1997年に、中華民国にて、OAK の次女である、王雪光、周衛名らにより設立。以降パームや、ヒューレット・パッカード・ i p a クの製造を受注して、急速に発展した。Google から Android が発表されると、その発展にかけ、 2008年には世界初のアンドロイド端末 HTC Dream をリリース以降スマートフォンブームに乗って勢力を伸ばす。日本では2009年7月に HT-03A を発表して以降認知度を高めている。2010年アメリカ合衆国におけるマルチタッチに関する特許をはじめとする20件の特許を侵害したとしてアップルにより提訴される。 アップルが訴えた理由として、アンドロイド形態を脅威に感じつつも、Google と直接対立するのを避け、比較的進興活小規模な HTC のみを相手に、するのが有利だと考えたからだという説がある。翌2011年7月15日、アメリカ国際貿易委員会は、HTC がアップルの特許2件を侵害していると仮決定。このまま、同年12月に、 最終判断が決定した場合、HTC 製スマートフォン輸入差し止めやデラワヤ州連邦地方裁判所で行われている損害賠償請求裁判にも影響する見込みから、HTC の株価は急落。HTC 側は急遽、自社株買いによる株価防衛策を発表した。12月19日には、同委員会は、HTC が アップルの特許一件を侵害していると認め、翌年4月から該当製品の米国への輸入を禁止する命令を出した。しかし、この一件に関して HTC はすでに代替技術を導入済みで実質的な影響は少なく、HTC はこの決定を歓迎し、事実上の勝利を宣言。台湾の株式市場で同社株価は上昇した。 このアップルとの特許紛争については、2012年9月に和解が成立し、すべての訴訟が取り下げられると同時に、今後10年間にわたる特許利用契約が締結された。2010年には、スマートフォン製造メーカーとしては世界第4位になっており、2011年4月には、携帯電話端末出荷台数で、世界1位のノキアを自家総額で追い抜き、 台湾第二位の企業となる。2011年7月、グループ企業のビアテクノロジーズから、グラフィックス部門の S3 グラフィックスを買収すると、発表、グラフィックス関連の特許を多数獲得する。しかし、2012年以降は、アップルやサムスン電子との競争激化から、販売苦戦に陥り、2012年8月には株価が2011年4月ピーク時の、 約2割にまで落ち込んだ。翌2013年には HTC1 の供給不足や Facebook スマートフォンとして投入した HTC ファーストの大幅な販売部長、さらには企業秘密漏洩に係る産業スパイ容疑によるカンブラの逮捕などの問題が続き、売り上げを前年比でさらに30%落とし、スマートフォンのメーカー別シェアで6位以下となった。 2017年3月、中華人民共和国上海市の子会社が売却されていたことが報道された。この工場は2009年に建設され、ピークの2011年には200万台のスマートフォンを生産していたが、その後は極端な販売不振に陥ったため稼働率が低下していた。このことにより、中国本土における h t c の直営製造拠点は消滅。 台湾の桃園工場が唯一の製造拠点となった。また、同年9月21日、Google が HTC のピクセル開発チームを11億ドルで買収すると発表した。スマートフォン事業に関わる4000人のうち2000人が Google に移籍するとしている。VR ヘッドマウントディスプレイアンドロイド。 搭載スマートフォン HTC JHTC Evo IMAX Android 搭載タブレットポーコトプックフォンズウルトラモバイルフォンズ VR ヘッドマウントディスプレイスマートフォン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 ポーコトプックフォンズウルトラモバイルフォンズタブレットアサモトテルを台湾企業の発展戦略ケーススタディと勝利の方程式競争処簿2016年の第5章 広下地国際電子に詳しい、ありがとうございます。